ヒロヤ文庫イキングのリボンコンプやるぞ。やっと捕まったー。どうしてあんな目に遭わなきゃいけなかったんだよ。お前がはしゃいで勝手にやったんだろ。渾身の大ストリームをくらえー。思ったよりダメージ入ったな。伝説使ってまで勝って満足ですか。いやでもジタバタなら今削れてるしワンチャンあるわけねえよな。そうだよな。突然なんですけど皆さん一番弱いポケモンって言われたら何が思い浮かびますか。いきなり過激なのやめろ。今のご時世余計なこと言うとすぐ怒られんだからな。ポケモンの厄介ファンは怖えんだぞ。マリちゃんのせいでヤバそうなんだけど。って言ってもポケモン界の最弱って言ったら割とみんな共通認識なとこないですか。まあそう言われればそうかも。定期的に光線出せて。なんか帽子かぶってて。あれ帽子じゃなくね。なんか色が黄色いやつ。まあ色違いは黄色いか。いやこれ私だろ。大体一緒だろ。は高音かーいのルール。金コイキングのリボンコンプしていくよ。つけれるやつは全部つける感じで。コイキングって昔からいるから3世代からじゃねえとコンプは無理なんじゃね。今回は親分色違いコイキングにリボンつけてくから戻れるのが8世代までなんだよね。決してめんどくさかったわけではないんだよね。嘘つけ。ってことでまずはレジェンズアルセウスから。まずはここでゲットしねえと始まらねえもんな。アルセウスでつけれるの2個だけだから親分色違いさえ出しちゃえばいけるね。剣盾もはや懐かしいね。ガラルもあんまリボンねえんだっけか。あるけど共通してるのは SV で取ろうかなって。BDSP って確かリボン多いよな。多いけどそんな面倒なのはないかな。まあなんとかなるでしょ。で、ようやく SV か。新しいリボンも増えたからね。あとマスターランクまで上げないといけなかったりもする。お前最近やってねえだろ。それはどうかな。って感じで4つの地方で頑張ってリボン集めてきます。翡翠、ガラル、神王、バルデアの順か。順番は正直なんでもいいんだけど気分的に過去作からって感じ。付け忘れても戻れるのは気楽だな。ってことで早速レッツゴー。ということで久々に来ましたつい地方。 SV 来てからしばらく来てなかったな。そういや、あ、お久しぶりです。そういえばつい図書館ってどうなったんですか。ちょっと身に覚えがないですね。とりあえず親分色違いコイキング探さないとな。これ地味に面倒だよな。一番手っ取り早いのは大々大発生かな。とりあえず行くか。霊夢何やってんだ。いやなかなかコイキング来なくてさ。あと普通に楽しくなっちゃったよね。これ終わらないやつです。分かってないなマリちゃん。ガチグマは今パルデア地方でめちゃめちゃ強いらしいんだよ。ランクマのリボン取るためには親分の色違い出しとかないとじゃん。色違いしか使えない呪いでも受けてんの。親分色違いなんて時間かかんだからコイキング先にやれって。アルセウスの大大大発生は SV の色厳選に慣れてると割と面倒くさかったりします。まあここのリングマ終わったらおとなしく戻っ親分色ガチグマリボンコンプにしませんか。ダメに決まってんだろ。正直レア脇じゃなかったからガチグマ出てくるとすら思ってなかったわ。まあとりあえず捕まえますかね。え、これどうやって捕まえんだっけ。嘘だよな。お前マイクラばっかやってるからとうとう捕まえ方まで忘れたか。いや違くて、こんなん無理じゃねって。確かにレベルはやばいな。クロバットで勝てるわけないだろこんなの。水地方ではプレイヤーが直接ボールをぶつけることもできるので、そっちの方向で捕獲を試みる霊夢さん。あ、ちょっと待って話し合います。下打ちすんな。15分後の霊夢さん、本当に無理。頼むから捕まってくれ。未だに捕まえられずにいるのでした。やっと捕まったー。はぁ、あ、疲れた。久しぶりの翡翠地方、なかなか楽しかったぜ。それじゃ私はこの辺でお先に失礼するね。何も意味ないからな。ということで群青の海岸にやってきました。コイキングはここで代々大発生出るらしい。しばらく黒曜の原野でやってたけど一回も来なかったのよな。ちゃんと調べてからやろうな。こんな感じで結構湧くからね。レア脇ではねえけど探しに行く感じか。普通は1回目で終わっちゃうんだけどたまに湧き直しあるかもなんだよね。さっきガチグマそうだったしな。現場に到着。見てください、これがやりたかったんですよ。コイキングしかいねえじゃん。めちゃめちゃ平和だな。何も抵抗してこないからなこの子ら。どうしてあんな目に遭わなきゃいけなかったんだよ。お前がはしゃいで勝手にやったんだろ。いやしかしなんか餌やりしてるみてえでマジで別ゲーみてえだな。絵的にどうなんこれ。うるさいな。とっとと光らせれば問題ないだ。1週間後私気づいたんですよ。どうした急に。実はこの翡翠地方の牧場にとあるポケモンがいることに。は？いや、お前そういえば前の企画の時に光らせてたなって。いや今までのは何だったんだよ。全然出ないしもういいかなって。諦めんの早いよ。このままじゃ一生翡翠にいる羽目になるだろ。それはそれで困るね。じゃあガチグマ光らせて遊んでただけじゃんこいつ。翡翠地方ではあと一個リボンつけれるよ。確か写真撮るだけでいいんだっけ。レアでこんなとこなかなか寄らねえからよくわかんねえな。どうせだからサムネ用の撮影しといてね。 YouTuber には意外と御用達なのな。次はガラルね。なんだかんだ落ち着くなガラル。あ、お久しぶりです。そういえばガラル色旅ってどうなったんですか。ちょっと身に覚えがないですね。ここのリボンも少ねえんだっけ。少ないけどちょっと対戦しなきゃなのよな。で、普通にやってもしょうがないじゃん。だから今ガラルに残ってる色違いポケモンだけでやるぜ。
割と現職ばっかだな。お前ホーム解禁になった時喜んでパルデア送ってたしな。黒バットなら山ほどいるでしょ、色違い。あいつじゃ時間かかるじゃない。なんてこと言うんだ。どっかにめっちゃ強い色違いいないか。いたわ、ゴリゴリ伝説で受けだ。あれていうかこの辺色違いじゃね。色明かしではなさそうだが、こんだけ伝説いれば余裕では。なんか思ったより残ってるね。あ、霊夢さんお久しぶりじゃないですか。バトルするならエルフーンなんてどうですか。リボンコンプの子が準備万端ですよ。ほら連れてってあげて。このメンツで行きます。ガチガチすぎだろ。決勝はもちろんダンデさん。そういえばこれってコイキング出さなきゃダメなんか。わかんないからとりあえず初手代ましといた。そうはならんやろ。渾身のダイストリームをくらえ。思ったよりダメージ入ったな。あんな叫んどいて期待してなかったんかよ。一応こっちレベル100だしな。あ、じゃあここも意外と食らわない感じか。よしバッチこい。瀕死で草なんだが。それはそう。まあ一匹持ってっただけでもいいのか。どうせ控えの伝説でポコポコにするんだろ。この後伝説でポコポコにするのでした。伝説って強いんだね。次はバトルタワー。10連勝すると出てくるダンデさんを倒せばリボンもらえるよ。こっちはレベルが50で統一だから、さっきみてえにはいかねえな。ということで初手台まで。話聞いてた？半分くらいは入るかなって思ってんだけどどうだ。ああ、そんな感じね。まあコイキングだし。レベルって大事なんだね。さっき30も離れてたもんな。今回はギラテナさんが頑張ってくれました。今言うのもなんなんだけど BDSP って500円で買えるらしいよね。本当になんで今言った。あ、お久しぶりじゃな。そういえば色違いマウント旅はどうなったんじゃ。ちょっと耳覚えがないですね。 BDSP は細かいリボンが多いから一部全カットする例的に。この中だと面倒いのは曜日リボンね。今作は日付リセットでもらえないから毎日マメにもらわないといけないわ。そうしないと他の人に頼む羽目になっちゃうから大変なんだよね。大変なのは頼まれた人だろこれ。新王チャンプリボンのために四天王と戦ってるわけなんですけども、めちゃめちゃピンチです。私に残されたのはもう品抜しかいない。ていうかなんなんこのふざけたパーティー。白斜めすぎだろ。だってあと色違いいなかったんだもん。こっちでもやってたのその縛り。いろいろあって白な線。大丈夫なんかこんなメンツで。ふふん、奥の手を使うまでよ。行け、リアルが。また伝説使ってる。 SV から連れ戻してきたよ。大勝利。伝説使ってまで買って満足ですか。言われてんぞ。こんな白菜さんは嫌だ。最後はコンテスト。ボフィンあげとけば大体クリアできるよ。アウトすぎん。コンテストは数が多いけど簡単だから余裕ね。ここだけの話簡単すぎてオドミンの撮影中にこれやってたからね。一回怒られればいいのに。戻ってきましたパルデア地方。おかえり霊夢くん。ところでパルデア色図鑑は順調なのかな。ちょっと耳覚えがない。せめてパルデアは耳覚えあってくれ。光沢すごくない？いいから早やれ。まずは細かいリボンから。夏気度が最大でもらえる仲良しリボン。このコイキング今までの地方全部で懐いてたんじゃね。後ろ恨まれてそうだけどな。ちなみに翡翠地方の特に親分は勝手にガンバレベル高いから気のみで下げつつ懐かせるといいよ。最高に仲良しだね。これあげる。パルデアで1個目ゲット。ガンバリボンは努力値マックスのやつ。さっき下げたのに今度はまたあげんのか。何回とあんのか。いや普通に順番間違ったよね。よかった、ただのバカだった。これで2個目。次学校大会なんだけどさ、コイキング活躍させたいじゃん。まあガラルでは割といい感じだったしな。とりあえず水テラスハイドロポンプとかすればいけんじゃないか。きっと遺伝にあるっていうことがあったんだよ。コイキングが何したってんだ。見てくれよこの悲しい技構成。コイキングが何したってんだ。ふっ、親と跳ねるとジタバタしかねえぞ。コイキングが何したってんだ。いやでもジタバタなら今削れてるしワンちゃん。あるわけねえよな。そうだよな。ニンフィアで倒しました。処理すぎだろ。久しぶりにマスランまであげたよ。異物感やばいなこいつ。最後はマスランのリボンなわけだけども、ここで最初のガチグマが生きてくるってわけよ。ちなみにこれも選出しなきゃなんか。多分出さなくていいんだけど面白そうだから出しとく。ガチグマ、マスランあげるまでも使ってたけど本当にやばいね。なんかあれだわ、シャープマーカー使ってる気分なる。SV で例えんな。この後コイキング出すこともなく取れ高もなく終わるのでした。ってことで無事リボンコンプしました。見てくださいこれ。親分色コイキングでリボンコンプはなかなかいないのではなかろうか。正直 YouTuber しかやんねえだろ。いや疲れた疲れた。今度こそこれでゆっくりできるわね。ちょっと待って霊夢、編集してて思ったんだけどさ、リボンは確かに全部あるんだけど証取ってなくね。リボンじゃないから別によくね。ダメだろ。